愛媛 CATV 開局30周年記念でギネス世界記録に挑戦します。挑戦内容はリレー形式でじゃんけんをした最多人数です。250人で世界記録達成となります。ギネス記録に挑戦するには8月14日日曜日午後4時30分から午後5時30分までに城山公園安らぎ広場に集合してください。挑戦中は順番に特設ステージ上でじゃんけんを行います。ステージに上がれるのはじゃんけんをする人のみになります。次に実際の挑戦方法をお伝えします。アウト、せーの、よーよいのよい、じゃんけんぽい。せーの、アウト、せーの、よーよいのよい、じゃんけんぽい。せーの、アウト、せーの、よーよいのよい、じゃんけんぽい。次にギネス世界記録挑戦にあたって失格となってしまう NG パターンをお伝えします。じゃんけんぽい。じゃんけんのポーズがおかしい。規定のじゃんけんのポーズ以外は失格となるのでご注意ください。じゃんけんぽい。相手より先出しする。じゃんけんぽいぽい。相手より後出しする。アウト、セーフ、よーよいのよい、じゃんけんぽい。2人同じタイミングでじゃんけんをしましょう。8月14日日曜日の午後4時30分は城山公園で。お待ちしてます。